同感。持ってた方が。うるせえ、俺には俺の考えがあるんだ。お、ドラキリかい、森ちゃん。ランちゃんの言うようにもったいないんじゃない。いいんだって、外野立ってろ。高田君って言ったっけ、仕事何してんの。しがないサラリーマンですよ。ところが奥さんがすごいんだ。売れっ子のイラストレーターでさ。知らない、高田純って。あ、知ってます。素敵なイラストを描く綺麗な人ですよね。ああ、そんなに美人なのか。なのにかわいそうに高田ちゃん、もう3ヶ月も別居状態でさ。え、なんで。奥さん伊豆の山荘にこもっちゃってんだ。向こうでなきゃ仕事ができないって。ねえ高田ちゃん。ええ。じゃあ君今一人暮らしなんだ。ええ、まあ。え、だから言ったでしょ。へっ、俺は EP は嫌いなんだ。この前チョンボしたからな。まあこの際だから独身生活を楽しんだ方がいいよ。そう、案外奥さんも向こうで楽しんでたりして。それはどういう意味ですか。彼女が向こうで男を作って楽しんでるとでも言うんですか。あ、いや、俺は何にもそこまで。冗談だよ、悪かった。ほんと悪いよ岡野。さあゲーム続けよう。あ、それ危ないよ。僕もやめた方がいいと思う。ふん、よーん、ピンフジュンちゃん三色ドラドラ。バイマン。ほら、だから言ったじゃない。長谷川さんの捨て牌見りゃ読めるよね。うるせえ、おめえらが脇からごちゃごちゃ口挟むからいけねえんだ。向こう行ってろ。はい、コナン君大丈夫。うん、慣れてるから。何よ、親切にアドバイスしてあげてんのに。へっ、これで清々したぜ。あれ、この牌、あ、こんな牌あったっけ。ああ、花牌だよ。花牌？台湾や香港でやってる花麻雀に使われてる牌だって。初めて見た。綺麗。春、夏、秋、冬。梅、蘭、菊、竹か。蘭は蘭姉ちゃんの牌だね。ほんと、コナン君は何かな。新一はやっぱりこれだよね。新一、いつになったら帰ってくんのよ。え、悪い悪い、今事件の調査で忙しくってさ。ってそればっか、事件事件ってもう聞き飽きたよね、コナン君。うん、そうだね。そんなこと言ってるうちに春、夏、秋、冬って、あっという間に1年経っちゃうよ。合ってるよ。なんてね。また純ちゃん狙いか。甲田ちゃん、奥さん狙われてるよ。冗談だよ岡野。まだ言ってるよ。あれ、笹だけ。ああ、もうじき七夕だから笹飾りしようと思ってね。へえ、雀荘と笹だけってなんか面白い取り合わせですね。そんなことないよ、雀荘と竹は意外と縁が深いんだ。ほら、想像は竹だし。花パイにも竹があるもんね。あ、そっか。そういえばコナン君のクラスもう笹飾りした。え、まだだけど。じゃあもうすぐだね。定端賞では毎年7月の初めに1年生と2年生が笹飾りするんだよ。へえ、そうなの。そういや、そうだったな。私や新一もしたんだよ。でね、2年生の時にちょっとした出来事があったんだ。え、短冊にお願いしたいことを書いてね。はい。どんなことをお願いするのか。
お願いしたいことったってな。お母さん、その前の年にお父さんと喧嘩して家を出ちゃってたの。